では、続きまして、フワワのライブの模様をご覧ください。皆さんこんばんは。こんばんは。フワワ、フワワです。では始めます。ああ。
ありがとうございます。今の曲は、クラムボンというバンドがありまして、そのバンドの、ボーカルの原田ちゃんという子がの曲なんですけど、これ作曲が今の京翔さんがやってて、一緒にコーラスをやってる曲で、僕の大好きな曲なんで、今回ちょっとやらさせていただきました。銀河という曲でした。でした。でした。まあさっき、孝太郎くんが言ってたんですけど、やっぱり人間ね、ストレスとかがたまるとどうしてもなんか悪い方に行っちゃったりとか、ね、今回の震災でもすごくこうみんないっぱいストレスを抱え込んでいると思うんですけど。やっぱりリラックスするのって人間にとって一番大事なことじゃないかなと思うので、まあ僕らはこういうゆったりとした感じの曲をやってますので、どうぞ今日もリラックスして聴いててください。Oh.
します。去年の、年末に京子ちゃんと僕とでCD を作りまして、うん、これは急遽京子ちゃんが CD 作りたいっつってでもう急遽作ったみたいな感じなんですけど5曲入りの CD 作りまして、でその中に収録されている曲を今から歌わさせていただきます。夢にまで見たという見た空という曲をお届けします。
ありがとうございます。ありがとうございます。なんか終わるたびにボローッとか言うね。ちょっと機嫌が悪いのかな。なんかね、おお、機嫌悪いね、うん、じゃあ機嫌良くするために次、じゃあ、次はゲストをお呼びしましょうかね。まあこのあと、順番でやってくれるやんちゃん、ヤナフロ、ヤナフロ様に、ギターで入っていただきまして、やんちゃんとあと、パーカッションにようちゃん、ようすけがパーカッションで、ようちゃんとやんちゃん。この次にやる曲も、そのミニアルバム CD の中に入っている曲2曲連続でお届けいたします。ゆるゆるでやってきましたが、次はちょっと2人も増えたのでちょっとノリのいいやつをやりたいなと思ってます。Thank you.
このまま、2人に参加してもらって最後の曲を、お送りしたいと思います。お送りしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。この、 リアクションというイベントは本当にずっと大事にしていきたいイベントだと思っているので、また今回もね参加できてよかったと思います。また次回なんか機会がありましたらまたよろしくお願いします。じゃあ最後、おたまじゃくしという曲で、お別れしたいと思います。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。アーバンカーボーイありがとうございます。ありがとうございました。西田市長ありがとうございます。そして来ていただいた皆さんありがとうございます。
ありがとうございました。ありがとうございます、パーカッションで入ってくれた陽介と、次にやってくれるヤナフローに大きな拍手を。ありがとうございます。ふわわでした。これからも楽しんでてください。ありがとうございます。はい、ふわわの演奏でした。ちょっとまだ音が割れていまして、ちょっと、お聞き苦しくて申し訳なかったです。綺麗な音で聞きたい方はですね、ぜひあのふわわのライブに足をお運びください。また、この夜の、配信の録画は、間延び放送局の過去のライブのところに、残っていますので、ぜひ続きも、強烈なバンドも、また出てきますので、ご覧いただけたらと思います。リアクションという、海旅キャンプという保養キャンプへのチャリティーイベントの模様、アーバーバーアーバーカウボーイバー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 ガンパーバーアーバンカウボーイですね。はいはい。で、行われた、イベントの模様をお伝えいたしました。